いつもこれね、京都のラジオやったら隣にいる松下さんがなんやかんや言うてくれるんですけど、今日は一人ということで岡崎体育一人で頑張ってるんですが、なんとなくやれてるんじゃないかなという中でやっております。一生懸命やってる感じもなく、ダラダラとやらせてもらってるので、日本放送の皆さんに感謝している所存でございます。嘘です。さあ、ここでメッセージを、紹介していきます。岡崎体育さん、こんにちは。お誕生日おめでとうございます。私は以前スポーツショップでアルバイトをしていました。その時に女子用スクール水着の、試着を希望される男性客がいらっしゃいました。年齢も雰囲気も岡崎体育さんに近い感じの方です。通常女性用水着の接客は女性スタッフを呼ぶように教育されていたので、私は焦ってバイトの女子大生を呼んでしまいました。その子の顔に浮かんだ戸惑いようと言ったらなかったです。岡崎体育さんは女性向けのコスプレをするとしたら何を着たいですか、ということで、どういう、何を思ってこれを送ってきてるのかよくわからないんですけども、なんと送ってきてくれた人がですね、埼玉県川口市吉沢佳代子ちゃんでした。何をしてんねんこいつは。あの吉沢佳代子ちゃんとはですね、今度、8月3日に吉沢佳代子ちゃんが出すミニアルバムにフィーチャリングでコラボレーションをしているという、岡崎体育です。なんやろ、多分これを言ってもらえると思って、そういう見込みでこれ送ってきたんかな、いやらしい女は。女性向けのコスプレをするとしたら何を着たいか。まず着たくないんで、僕別に。まあでも、人生は一回きりやし、そういう経験も一回ぐらいあったらいいんじゃないかなと思うので、何か一個あげるとしたら父兄ですかね。父兄もののコスプレをして、その彼氏を取り締まる感じのやらしいこととかしたいです。ミニスカですね、もちろんミニスカで手錠とかをして、そういうやつですね。あ、いい顔してないですね、全然。一応ソニーミュージックエンターテインメントで岡崎体育は下ネタ NG ということになっていて、全然いい顔しないですね。松下むっちゃ怒ってます、顔が。今顔の色バリ怖いです。今顔の色がなんか青なってきてます。怖い怖い怖い。この辺にしとこう。さあ、ここでですね、岡崎体育のお知らせ関係トークをやらせていただきます。うわ、 A&R 電話してどっか行ったぞ。やばいやばい。父兄について怖い。ちょっと吉沢佳代子のせいやぞ、ふざけんな。お知らせ関係トークします。デビューアルバムベイシンテクノが現在発売中でございまして、こちら、初回限定版にはですね、DVD が付いているということで、こちら DVD と一緒に楽しみながら聴けるという、DVD はですね、その収録されている曲のミュージックビデオが、付属しておりまして、アルバムがですね8曲なんですけども、そのうちなんと6曲が、DVD にミュージックビデオとして収録されております。そしてライブの情報なんですけども、8月14日日曜日にロッキンジャパンフェス2016、これ最終日ですね、出演させていただきます。パークステージという割とでかい、ところでですね、レーベルのご利用して出させてもらえることになりました。よろしくお願いします。共演はですね、アジアンカンフージェネレーションとかキャリーパミュパミュとか、あとはですね、地元の友達のヤバい T シャツ屋さんっていう、現在売り出し中のバンドも、出演しますので、ただ僕もヤバい T シャツ屋さんもすごく人見知りなので、ケータリングでずっとその2つの間だけで喋ってるかなと思いますので、これを聞いてるアーティストの皆さん、ぜひ岡崎体育に話しかけてください。よろしくお願いします。それともう一つですね、9月17日土曜日、これ自分でもびっくりしております、騎士団万博2016に出演させていただきます。よろしくお願いします。ご利用し、こちらも、ソニーミュージックのご利用しで出演させていただいておりますということで、全然笑ってへんぞスタッフが。拍手もないし、赤いシャツの人は拍手してくれたけど、この、まあ、出演に至った経緯なんですけども、騎士団万博を主催されている騎士団の、綾野浩二翔さんがツイッターでですね、4月だったんですけども、誕生日に、今一番欲しいものはベイシンテクノパーカーだとおっしゃっていて、ベイシンテクノパーカーっていうのは僕が、普段ライブでも着ているユニフォームで、グッズとしても販売しているパーカーなんですけども、それを欲しいとおっしゃってくださってですね、もうこれはプレゼントするしかないと思って綾野浩二さんにプレゼントしたんですけども、まあ、ただでプレゼントするわけはない岡崎体育、完全に見返りを求めまして、ツイッター上でですね、騎士団万博の鳥やらしてくれるんやったらプレゼントしてあげてもいいっすよ翔さん、
って言ったら、なんとですね、実現いたしまして、今回出演させていただくことになりました。まあ、鳥かどうかはちょっとわかんないんですけども、まあ、出演させてもらえるだけでかなり、ね、投資対効果があるものだなと思っていますので、ああ、角立つ、また角立つわ。翔さん聞いてませんように、まあ、そういうですね、大きいライブもありつつ、詳しい情報、他のなんかライブとかは、岡崎体育のホームページをぜひチェックしてみてもらったらなと思います。Google 検索とか、Yahoo 検索とか、Firefox で岡崎体育って検索してくれたら割と上の方にホームページ出てくるので、よろしくお願いします。さあ、岡崎体育のオールナイト日本ワール、ここで、一部の地域の方とはお別れです。まあ、その一部の地域の方って濁してるんですけど、一部の地域というのは基本的に田舎のことですね。田舎はですね、ここでお別れということになります。あとは都会に住んでいる方のみの、お付き合いということで、まあ、もしくはその、ね、ラジコプレミアムとかを使っているそのヒエラルキーの高い富裕層の田舎者はこれからも聞くことができますということで、さあ、まだまだですね、これからも、聞けるぞということは、この後も引き続きお付き合いください。ご利用して出させてもらえることになりました。よろしくお願いします。共演はですね、アジアンカンフージェネレーションとか、キャリーパミュパミュとか、あとはですね、地元の友達のヤバい T シャツ屋さんっていう、現在売り出し中のバンドも、出演しますので、ただ僕もヤバい T シャツ屋さんもすごく人見知りなので、ケータリングでずっとその、二つの間だけで喋ってるかなと思いますので、これを聞いてるアーティストの皆さん、ぜひ岡崎体育に話しかけてください。よろしくお願いします。それともう一つですね、9月17日土曜日、これ自分でもびっくりしております、騎士団万博2016に出演させていただきます。よろしくお願いします。ご利用し、こちらも、ソニーミュージックのご利用しで出演させていただいておりますということで、全然笑ってへんぞ、スタッフが拍手もないし、赤いシャツの人は拍手してくれたけど、うん、この、まあ、出演に至った経緯なんですけども、騎士団万博を主催されている騎士団の、綾野浩二翔さんがツイッターでですね、まあ、4月だったんですけども、誕生日に、今一番欲しいものはベイシンテクノパーカーだとおっしゃっていて、ベイシンテクノパーカーっていうのは僕が、普段ライブでも着ているユニフォームで、グッズとしても販売しているパーカーなんですけども、それを欲しいとおっしゃってくださってですね、もうこれはプレゼントするしかないと思って綾野浩二さんにプレゼントしたんですけども、まあ、ただでプレゼントするわけはない岡崎体育、完全に見返りを求めまして、ツイッター上でですね、騎士団万博の鳥やらしてくれるんやったらプレゼントしてあげてもいいっすよ翔さんって言ったら、なんとですね、実現いたしまして、今回出演させていただくことになりました。まあ、鳥かどうかはちょっとわかんないんですけども、まあ、出演させてもらえるだけでかなりね、投資対効果があるものだなと思っていますので、ああ、角立つ、また角立つわ。翔さん聞いてませんように、まあ、そういうですね、大きいライブもありつつ、詳しい情報、他のなんかライブとかは、岡崎体育のホームページをぜひチェックしてみてもらったらなと思います。Google 検索とか、下ネタ NG ということになっていて、全然いい顔しないですね。松下むっちゃ怒ってます、顔が今。顔の色バリ怖いです、今。顔の色がなんか青なってきてます。怖い怖い怖い。この辺にしとこう。さあ、ここでですね、岡崎体育のお知らせ関係トークをやらせていただきます。うわ、A&R 電話してどっか行ったぞ。やばいやばい。父兄について、父兄について怖い。ちょっと吉沢海子のせいやぞ、ふざけんな。お知らせ関係トークします。デビューアルバムベイシンテクノが現在発売中でございまして、こちら、初回限定版にはですね、DVD が付いているということで、こちら DVD と一緒に楽しみながら聴けるという、DVD はですね、その収録されている曲のミュージックビデオが、付属しておりまして、アルバムがですね8曲なんですけども、そのうちなんと6曲が、DVD にミュージックビデオとして収録されております。そしてライブの情報なんですけども、8月14日日曜日にロッキンジャパンフェス2016、これ最終日ですね、出演させていただきます。パークステージという割とでかい、ところでですね、レーベルのなんと送ってきてくれた人がですね、埼玉県川口市吉沢佳代子ちゃんでした。何をしてんねんこいつは。吉沢佳代子ちゃんとはですね、今度、8月3日に吉沢佳代子ちゃんが出すミニアルバムにフィーチャリングでコラボレーションをしているという、岡崎体育です。なんやろ、多分これを言ってもらえると思って、そういう見込みでこれ送ってきたんかな、いやらしい女は。
女性向けのコスプレをするとしたら何を着たいか、まず着たくないんで僕別に。まあでも、ね、人生は一回きりやし、そういう経験も一回ぐらいあったらいいんじゃないかなと思うので、何か一個あげるとしたら父兄ですかね。父兄もののコスプレをして、その彼氏を取り締まる感じのやらしいこととかしたいです。ミニスカですね、もちろんミニスカで、手錠とかをして、そういうやつですね。あ、いい顔してないですね、全然。一応ソニーミュージックエンターテインメントで岡崎体育。いつもこれね、京都のラジオやったら隣にいる松下さんがなんやかんや言うてくれるんですけど、今日は一人ということで岡崎体育一人で頑張ってるんですが、なんとなくやれてるんじゃないかなという中でやっております。一生懸命やってる感じもなく、ダラダラとやらせてもらってるので、日本放送の皆さんに感謝している所存でございます。嘘です。さあ、ここでメッセージを、紹介していきます。岡崎体育さん、こんにちは。お誕生日おめでとうございます。私は以前スポーツショップでアルバイトをしていました。その時に女子用スクール水着の、試着を希望される男性客がいらっしゃいました。年齢も雰囲気も岡崎体育さんに近い感じの方です。通常女性用水着の接客は女性スタッフを呼ぶように教育されていたので、私は焦ってバイトの女子大生を呼んでしまいました。その子の顔に浮かんだ戸惑いようと言ったらなかったです。岡崎体育さんは女性向けのコスプレをするとしたら何を着たいですか、ということで、どういう、何を思ってこれを送ってきてるのかよくわからないんですけども、